大島です。ワチです。はい、ということで本日2人でやっていくゲームはなんとこちらです。やるぞ。はい、極み三国と言っておりました。はい、そうね、はい、ちょっと詰まってたんでピュッて出ちゃったんですよね。詰まってるやつがピュッて出ちゃった。いらないんですよ。詰まってたやつをピュッとこれいらないんですよ。結構その極み三国好きですみたいなコメントいただけるじゃないですか。はいはいはい、いただいてますよ。言い方とか、はいはいはい、全員に一致してるのが、うん、多分みんな普通に言ってほしいですよね。自覚はあるんですけども、やっぱ、ね、普通のが聞きたいのにすいません。やっぱすいません、淡路尖ってる、ね、尖ってるというね、ちょっと飽き性なもんで。なるほど。すいません。まあ今日は極み三国やっていくんですけど、はい、ね、今日淡路さん端末、淡路さん端末で前回やったのが、うん、軍団員募集、そうですよ、軍団設立というわけで、軍団を設立した、はい、極み淡路は淡路島、極み淡路島、軍団員集まりました。お、共に戦ってこうな。素晴らしい。どんぐらい入ってるんですか現状。それをちょっと見ていただきたいんですけども、うん、軍団情報を見ていただくと、お、軍団長、そして、お、すげえ、メンバーが、22分の21。あと1人どうにかなんなかった。どうにかね、なかなかみんなね、いや、できればもうパンパンでもう入りたいのに入れないみたいな状況が一番ね、はい、そんなこともなく今ちょうど今来てる申請はゼロです。いや、まあそれでもすごいけどね。もともとね、これメンバー自体が20がマックスなんですよ、うん、あ、そうなんだ。で、この構築っていうのでどんどんこう軍団人数のレベルを上げてって上げていけばいいんだ。22で、この軍団員の方も上げれるんで、それでみんなで上げてくださってると思うんですよ。え、ちょっと待って、これさ、はい、1人増やすのにさ、その5000いるとか、あ、いらないです。なんかどこまでか上がれば23人になってます。その、わかんないですよ、どれくらいのもんなのかわかんないんですけど。目安はないんだ。だから今軍団に入っている方は、うん、極力この軍団人数に、力を入れていただければなと思います。なるほどね、日常経験値とか金貨購入とか、うん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 、いろんなレベル上げるところはあるんですが、まあとりあえずやっぱ人数はいっぱい増えないことにはね、うん、確かに確かに、まず増やしたいのでというわけで、まだ軍団レベル2なんですね。なるほど、うん、経験値、そうか、これが上がれば軍団レベルが上がると。そうなんです、はい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 、なるほどね。で、ですね、うん、今週というか今回の軍団設立の軍団通知のところを見ていただいてよろしいですか。軍団通知、はい、軍団通知はどこですか。文字ですね、ちょっと見当たらないですね。軍団通知、軍団通知って書いていますよね、その下。あ、この文言っていうのは、うん、前回僕が2時間ぐらいかけて打ち込んだ文字なので、え、副軍団長の大島さん、次これ編集お願いします、ね、あれ、私が考えたの、そうです、これ、この文字、そうです、そうです。うわ、なんか本当に本当ですよ、これ本当編集で本当だできるんで。いや、これかそういうもんなのか、テンプレなのかと思った。いや、意味わかんないでしょ、それすなわち極み愛と呼ぶとか。でもなんかぽいじゃん。どこぽいじゃん。ぽいじゃん。本当ですか。ぽいぽいぽい。皆さんこれ僕が勝手に考えた。めちゃくちゃ溶け込んでたよ。あ、本当ですか。気づいた人いないんじゃないこれ。え、どうなんだろう、これちょっと皆さん。ちょっとこれ。ね、もしこれ本当これ淡路が入れたと思って。いや、違う。そもそも読んでないんでしょ。いや、俺読んだのよ。ちょろっと。ちょろっと読んで、ああ、こんなんあるんだ。普通にスッと入ってきちゃったから。そうなんですよ。これ僕しか無理なのかな、編集。大島さんのためでちょっと。一回今見てもらっていいですか、うん、これでもし編集できるようであれば、ちょっと編集できるな編集できるな次は大島さんが編集できるな、編集していただくぽいやつね、ちゃんとぽいやつじゃないといけないんでしょ、そうなんですね、なるほどね、軍団を押していただいて、軍団を押して情報、あ、ダメだ、あくっそーそう、これうわ、ちょっともう考えてたのになということで、これでちょっと1年は行くよ。で、軍団レベル2になると、このイベントで、うん、武神おみくじ、これね、武神おみくじ俺もやったんすけど、はい、なんかそのだなんかみんなの報告されるよね、あ、そうですね、うん、誰が軍団の誰が大吉ですよとか中吉ですよとか、はい、それもちょっと楽しいですよね。そうですね、あとは軍団員でこの軍団っていう部分がチャットになってて、うん、いや、これぜひお話ししましょうよね、皆さんでコメントできるんです ね、そして軍団設立して、うん、大島さん、はいはいはい、ここから何をすればいいんでしょうか。いや、だからさ、そこなのよ。淡路さん、ここがね、
一番難しいんですよ。でもさ、はい、なんかその8時時間帯のそうなんですよ。だからできるのがあるんでしょ。これ天下、これ見てもらっていいですか、うん、あ、これじゃない、これもでもなんか今回エントリーしてない。だからこれにエントリーして勝てば、はい、ものすごい報酬がいただけるんでしょ。この上ですね、軍団争奪戦、これこれなんかうわ楽しそうじゃないですか。ちょっとこれの生放送とかしたいぐらい、ね、やりたいですけど ね毎週土曜日8時から、はい、これ8時になればこれできるようになるんですかね。じゃない、ちょっとこれをちょっとまずはやっぱ まずやっぱ軍団を強くしないといけないから。そうですね、おのおのちょっとね自主練をしてもらって。あ、そうですね、だって占領すればこんなにいいものもらえるんですよ、ね、すごいじゃん、ね、これね、これいつわちょっとやりたいっすね、これをやりたいんです ね。どうやってやるかはちょっと今わちょっとめちゃくちゃ面白そう、ちょモチベーション上がりましたわ、はい、今で今これメンバーのところに赤い丸がついてるってことは多分申請来てるんですけれども、ね、あら、まあ、一応そのまだね ID、 あそうかさ見えちゃうからね、ユーザー名見られたくない方もいらっしゃると思うんでね、まあそうですね、軍団にぜひ皆さんなってください、なってくださいぜひ、軍団でございますけれども、いいっすね、ちなみに、はいはい、でも杯交わしてないですよね、大島さん、清宮大島の、いやまあ逆で交わさなくても承認さ、いやこれちゃんとあの絆を確かめ合うのって大事なんですよ。いやなんか三国志、本当その三国志の話でもこう絆を同じですね、酒を杯を交わす、杯を交わす、そういう意味 で、 来てるでしょ、あの軍団員には必ず、いやよく一緒に家帰ったら酒飲んでん、いやそれじゃないんですよ、極め山島の場合はですね、何雨の日が続くこの僕の靴下をちょっと待って本当に関係ないじゃんこれ、ちょっと待って本当にやこれ違う、ちょっと待って本当にやめよう、マジよくないよくない、これちょっとよくないって、関係ないのよ、これ極み三国に、いやいやこれは極み淡島に加入するにはこの杯を交わさないとできないんですよ、ね、どういうこと、意味がマジ今意味分かってないのよ、まあこう乾杯して、おいふざけんなよマジで、お前俺一番嫌なのよ、こうします、こう、なんでお前はいいの、こう、なんでお前匂えるの、逆に、いやこうしますじゃなくて、やしし本当に嫌だ、本当に嫌だわ、こういきます、え待ってマジで嫌だ、大島さん、あの尺のわほんまに嫌だわ、あのガチャも引きたいんですよ、おおマジでやうわー気持ち悪い、ああ気持ち悪い、ここ、あー濡れてる、こっから気持ち悪い、戦場に出ていく男ですか、それでも気持ち悪い、やだ、極み青島で匂ってくださいね、あ止めてよ誰か、いや違います、スタッフさん、これはこれ関係ないでしょ、今あれです、女も子供も入れない男だけのこの空間に何言ってるんですか、もっと寄ってじゃないのよこれから共に戦っていこう、極み合わせまん、うれっくせこれあの本当に臭すぎて僕脱いでたんですよ、これをやるためとかじゃなくて本当に収録に、くせーマジで収録に支障ぐらい臭かったんだろう、ね、はい、というわけで、ですね、期間限定武将のですね、この絨毯みたいなやつが42枚も溜まってるので、無料1回とプラス40、計41連の方を引いていきたいと思います今回はリクゾンですね、大島さん、僕あんまりリクゾン持ってないんですけども、あの100とかも出る時があるので引いていきたいと思います。さあまずは無料からいきましょう、ドンおお、でもまあ6ということでね、こいつもこの上げていくことによってね、ブコンっていうのは溜まっていきますし、小島さん、いやいやいや、そんなずーっといるずーっと、いや僕もこっちの手むちゃくちゃ臭いですね、いやこのパンチ力は僕自分でもなんかマジか、強化しちゃうな、泣きそうになったマジで引けよもう早くよということで、どんどん引いていきましょう、40連ドン、楽しみにしてたんです、来た光った100、来い、うわでも僕馬長も結構集めてって、あ馬長いないけどね、おでもまあまあまあこんな感じでどんどんいきます、うん、ちょっと元気出してもらっていいですか、もう無理、あのこれ1本目なのよ今日何本撮りかは分かんないけど、それの1本目でこれはもうやばいって、生放送もありますしね、最後にしてよせめていやいやせめてよ、なんで1本目でやんのこれ、はい、じゃあ2本目もやりますから、おいせんてせんて、消去めっちゃ出んじゃん、来い状況はどうだろう、
あ、でも300ってなるとこれがラストになります。こいいいよもう。お、でも赤。お、でもこい。お、全部。お、でも100ってマジで出ないんだね。ねえ、奇跡でしたね。お、来た。大丈夫じゃん。おお、いい感じですね。計もう161も溜まって、これ多分狙い定めた方がいいんですよね。僕ら溜まったらやるじゃないですか。そうなんだよ。だからその武将の欲しい武将の時に やってほしい、ね、やるべきですよね、うん、これも溜まりました。おお、いいじゃないですか。ありがとうございます。2390はやっぱ引けないの。まだこれ引きたいです僕。宝箱、はい、これを10連しかでもできない。あ、でも、え、あ、違う、20ですね。絨毯が10と、うん、ダイヤ的に10できるかなと思うんで。なるほど。ここも金の宝箱引いていきたいと思います。うん、ゴン。うわ、それ武将出ちゃうんじゃない。こい。お、おお、おお、こい。そっか、20か。あ、でももう少しでこれ上げれるの嬉しいな。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。大島さんこれ持ってますね。あ、それ持ってるね。これもう10連いきます。もう行こう、それは。はい、で、たまん、止まってくれ武将。こい。うわー、来ないか。え、あとさ、今戻って、ちょっと、はい、あと3で、うん、あと3で金曜武将じゃないの。あと3、うん、今どこまで行ってるんですか。今27まで行ってんじゃないの。あと3、ちょっとやってみます。え、ちょっと見てみて、2個目の宝箱見てみて、2個目の、うん、ほら、おってことは、あと3連引いたら本当ですか。金色部署出るでしょ。これじゃあ一発ずつでも大丈夫、うん、出るんじゃないよ。おっしゃ、あと5、あと5だ。もう一回で、あ、見といた方がよかった。ちょ、一回見よう、一回戻って、はい、うん、本当だ。ほらほらほら、来た、金色部署確定。はい、よっしゃ。うわ、やばい、来た。うわ、来たよこれ。じゃあまずは下から、うん、まあまあ彼ね、あ、加工、加工時、よっしゃ、変換されて、いや、欲しい、やば、バチャーでもいい、来い。うわ、おっしゃ、惜しかったやつ、やった、うーわ、マジかよ。バチャーマジで欲しかったんですよ。うーわ、よっしゃ、これはすごい。バチャーってやっぱりこの集めやすいんですよね、またかけらも。だから強化もしやすいし。 うわ、いいな、やったー、本当にこれは熱いわ。これは最高ですね。あ、今日この動画的に序盤もよく、中盤もいい感じで、で締めもしっかり決まりそうです。この動画は下打ちやめてもらっていいですか、大島さん。下打ち、どんな状況でも、下打ちはね、どんな状況でもやるべきじゃないですか。やったぜ、これは素晴らしいですね。来た来た来た、昇格もできるし。本当だ、どんどん育てましょうよ。本当だ、いきなりやばいじゃん、一番強くなんじゃない、ね、いきなり。しゃ、あと、うわ、ちょっと、ま、もう言ってる間にできるぞ。すごい、ちょっとね、レベルは今どこまで上げれるんだろう。80ぐらいも上げれないのか。お、でも結構いい感じだ。あ、でもまあ右、お、でもまあまあまあ、あー足りないか。お、いけんじゃん、いい感じ。どこまでいける？いけ！ああ、59。59。まあまあまあ。お、でも。すげえ、59でもここまでね。すごいね。戦力になってくる。ほんとすごいわ。よっしゃー。おぉ、武根上げれるの嬉しい。一気に底上げがすごい。武根上げれる！すごいな。これも軍団の強さも上がるんじゃないですか。そうですね、総戦力上がってきました。これやっぱ軍団長としてやっぱり、うん、いや、いいと思う、いい感じになってきたんで、うん、はい、いや、いいっすね、よかったです、うん、はい、うん、じゃあ今日は終わりましょうか。なんですかその、普通ああいうのお互い臭い思いして絆っていうのは深まり合うもんなんですよ。いや、違うのよ、違う、だから釣り橋効果って聞いたことある。いや、違う、あるじゃなくて、釣り橋効果あるじゃなくて、そのどっか外部草屋的なものを持ってきて、はい、じゃあこれじゃあ二人で匂ってください、はい、くせー、よし、じゃあこれから頑張ろうな、わかんないよ、うん、お前のくせー靴下を匂わされて、まあ、これはそのお前、いや違うじゃん、それはしきたりなんで。しきたりじゃねえ、しきたりの文句言ってる場合じゃないですよ。ね、まあもうほんと、もう死んでるから。ここはもう死なのよ。皆さんぜひね、杯交わしましょう。何も触りたくないから、はい、自分のもの。まあまあ皆さんもぜひともね、ちょっと淡路の靴下に匂いたい方はぜひ、はい、こちらまでお願いします。何も出ないでしょ。何やってるんですか。
はい、ということで本日ここまでになります。はい、高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、あの軍団の方にもぜひとも加入してください。お願いします。今日も見てくれてありがとうございました。また明日も見てね。バイバイ、バイバイ。